清兵衛の怪力。昔、七日市の宿場に宿屋をしている清兵衛という人がいました。いらっしゃいませ。世話になるの。体は痩せ型の小男で、宿屋の仕事の合間には牛を買ったり売ったりする仕事もしていました。ある年の5月の蒸し暑い日に、大きなお牛を連れて清兵衛は汗をふきふき歩いていました。そこへ二人のお侍が走ってきて、これこれ、その牛を脇の方へどけろ。はあ、あり、お殿様のお通りじゃ。あ、いけいけ、下に下に。清兵衛は慌てて牛の鼻ぐりをつかみ、道の端に避けました。ダメじゃダメじゃ、牛は道の外じゃ、無礼者。清兵衛は侍の剣幕に驚いて、もろ肌を脱ぐと牛の下に頭を入れ、ぐいっと頭を持ち上げると、水をまたいであぜに立ちました。お殿様のご一行はその前を、下に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 、清兵衛の顔は真っ赤。ああ、やっとカゴが通り過ぎたと思ったら急に止まり、ああ、たたたたたた、殿のお尋ねじゃ。名は何と申す。へえ、七日市の清兵衛と申します。殿のお言葉じゃ。その方、見事じゃとお褒めじゃぞ。と殿様の言葉を伝えると、はあ、下に下に。お殿様の行列は行ってしまいました。こんな目に遭うたんは初めてじゃ。褒めてくれるより、はいを言ってくれた方がいい。それから数年後のこと、清兵衛の宿屋は相変わらず繁盛していました。ある日、ビンゴの福山へお盆興行の相撲が来ることになり、清兵衛の宿にも五六人の相撲取りが泊まりに来ました。どすこい、どすこい。いらっしゃいませ。清兵衛は早速湯を沸かし、末風呂を庭の木の下に置きました。ええ湯加減じゃ。お客様、お風呂が沸きました。汗をお流しください。よっしゃ、呼ばれるで。ああ、ええ湯じゃな。ピチャ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 。あら、うん、やいやい亭主、野郎のそうめんじゃねえぞ。ぬくめたり冷やしたりどうしやがる。おうおう、と怒鳴り声を上げました。清兵衛は慌てて出てくると、あれまあ、すみません、何をすみません、こらこら。相撲取りが入ったままの末風呂を抱え、さっさと軒下へ運びました。化け物、怪力の化け物、もてなししとこう。相撲取りはすごすごと、怖いわ。飯、飯行こう。食事もそこそこに、静かに寝てしまいました。そして翌朝、親方、えらいお世話になりました、と宿船の勘定をきちんと済ませ、立ち去っていきました。それから後、
七日市の王子から清兵衛の名が大層評判になったということです。